プラスチック製のブブゼラブブゼラは南アフリカの楽器。ツアナ語ではレパタタとも呼ばれる。ブブセラと表記するのは間違い。ブブゼラの発生させる音成分を示した周波数スペクトル1メートルほどの長さのある金管楽器の一種でスタジアムホーンとも呼ばれるチアホーンの一種である。金管楽器の一種ではあるが金属製ではなく 合成樹脂製のものが一般的である。缶を巻かないストレート型の単純な構造を持ち、バルブやトーンホールといった音階調整用の機構を持たず、信号ラッパやナチュラルホルンに近い。唇に当て、唇を振動させて吹くと、無敵や象の鳴き声のような単調な、しかし非常に大きな音が出る。南アフリカのサッカーの試合でよく吹き鳴らされ、 試合の終盤になるとサポーターたちは相手チームを倒すべく熱狂的にブブゼラを吹く。南アフリカでは代表戦に限らず国内の試合でも吹かれる。観客席で吹き鳴らされる多数のブブゼラの響きは共鳴と共振により虫の大群の歯音のような音をスタジアム全体に響かせる。多数のブブゼラが一度に吹き鳴らされている状態では会話がままならないことも 珍しくない。2010FIFA ワールドカップでは、世界各国のサポーターがブブゼラを吹き鳴らして応援し、スタジアム全体にブブゼラの音が鳴り響く様子はこの大会の象徴的な場面となった。また、テレビ中継等で、南アフリカの楽器として紹介され、日本においても広く認知されるところとなった。南アフリカの教会、ナザレバプティストチャーチの創始者、 アイザイア・選手が1910年頃に霊用の角を用いて開発したという説がある。当時はサッカーの試合で用いられるのではなく、同協会の信徒が祈りを捧げる時に吹き鳴らしたという。1980年代には、ダーバにあるサッカークラブアマズール FC のサポーターたちがスタジアムで管楽器を吹き始め、その後、カイザーチーフス FC のサポーターなど、 ヨハネスブルク周辺に広がったという。ブブゼラが南アフリカで一般的になったのは1990年代になってからで、この頃はすでにプラスチック製が主流になっていた。最も古いものは1965年頃に登場したと言われるが、それ以前の記録は存在しない。一説によると、クルーズーの角でできた民族楽器が元になっているとされているがこれには異論があり、 ブブゼラの起源をめぐっては論争も起きている。ブブゼラという名称の起源については、見解が分かれている。ブブという音を出すを意味する、ズール語であるという説や、シャワーを意味する非白人居住地域におけるスラングで、あるとする説がある。メキシコでは1970年代以降、ブブゼラに似たプラスチック製のラッパがスポーツの、応援用や祭りでの鳴り物として用いられている。 南アフリカでは1990年代に広まり、元は鈴製のものであった。カイザーチーフス FC のファンであるフレディ・サダム・マーケは自分がブブゼラを発明したと主張している。マーケによると1960年代に自転車用のコーンを口で吹けるように改造し、全長を伸ばしたのだという。彼は1970年代と1980年代の地元のサッカーの試合、 1992年と1996年の国際試合、さらに1998年にフランスで行われたワールドカップにおいてアルミニウム製のブブゼラを持って写った写真を持っている。マーケはアルミニウム製のブブゼラが危険であるという理由で禁止されたことでプラスチック製のブブゼラを製造する企業を探すようになったと述べている。2001年には 南アフリカの企業がプラスチック製のブブゼラを大量生産して安価に供給するようになり爆発的に普及した。その後2004年頃からは中華人民共和国の企業が参入2010年現在関東省などで大量生産されプラスチック製ブブゼラの9割が同国で生産されているとみられる。プラスチック製ブブゼラに成形されている 人の耳元で吹かないことを通知した警告表示ブブゼラは非常に大きな音が出る楽器で騒音性難聴を引き起こす可能性がある。スイスの補聴器会社が設立した財団は85デシベルの音に長時間さらされることで難聴が引き起こされる可能性があるところ、ブブゼラは127デシベルの音を出すことから耳栓の使用が推奨されるとしている。 プレトリア大学教授のデウエットスワナプールは3万人収容のスタジアムでブブゼラの音にさらされた11名について一時的にではあるが深刻な聴力の低下が見られたとしている。口述のように南アフリカで開催された FIFA フフコンフェデレーションズカップ2009と 2010FIFA フフワールドカップにおいてブブゼラが出す大きな音に対する不満が上がり問題視されたものの フィファおよび2010フィファワールドカップの組織委員会は、ブブゼラによる応援を禁止していない。しかし世界中の視聴者などから耳障りとの苦情もあり、フランスのケーブルテレビ局が音響効果機器を使用、ブブゼラの音の周波数だけをカットして放映することに成功した。風邪やインフルエンザの病原菌を、咳や感性による場合よりも大規模に拡散させる、可能性も指摘されている。 ブブゼラを吹く南アフリカのサッカーファンブブゼラはアフリカ、特に南アフリカにおいてサッカーの試合が行われた際や南アフリカの選手が自国外で試合を行った際に観客が吹き鳴らしその大きな音が問題とされた例が多々あった南アフリカにおいて FIFA コンフェデレーションズカップに選球が開催された際放送局や選手の一部からブブゼラが出す 大きな音に対する不満や苦情が出た。FIFA は2008年7月、FIFA コンフェデレーションズカップ2009において、ブブゼラを禁止しない方針を取ることを決定。さらに FIFA コンフェデレーションズカップ2009開催中の2009年6月18日、ゼップブラッター FIFA フフ会長は、同大会及び翌年に、南アフリカで開催される 2010FIFA。 ワールドカップにおいてもブブゼラの使用を禁止する考えのないことを明言し FIFA フフは 2010FIFA フフワールドカップにおいても1メートル以上の長さのものを除きブブゼラによる応援を容認したブラッター会長はアフリカで開催されるワールドカップをヨーロッパ化すべきでないと主張している 2010FIFA フフワールドカップの組織委員会は大会開幕直前に ブブゼラの騒音に関する調査を行い同委員会会長が非常時のアナウンスを書き消したり国家清少の際に比例に当たる可能性があると懸念を表明したが使用を禁止する措置は講じられなかったその結果大会二日目までは国家清少時にも吹き鳴らされたが大会三日目以降は国家清少時にブブゼラはほとんど吹かれなくなったありがとうございます